You're a man.
はい、こんばんは、お疲れ様です。配信は見えてますでしょうか。こんばんは、どうも。今日も、今日はですね、NBC2 ランバと東西線形式ですね。東西線でございます。まあまあ君ゲームうまいねって言ってます。君ゲームうまいねって機械さんがおっしゃってらっしゃいます。はい、こんばんは。 X イベント参加される方はこちらに来てキャラクターのお名前を書いてください。おっと、ゲーム、はい、オッケー。でかいよ、マジか。下げます、ゲームちょっと下げました。こんなもんかな。どうでしょう、まだ大きいかしら。あ、話した、書き忘れた。あ、はい、ありがとう。X のイベント参加されませんか。どうぞ。じゃあ名前どうぞどうぞ。はい、お願いします。今日は東西線形式でーす。東西線でーす。うまいな。さあ、ゲーム音でかいのかな。あら、うち拒否られたよ。まあ、ここでも映しますか、そしたら。見えるかな。カメラちょっと移動しました。回転でーす。はい、どうだろう、ゲーム音とか大丈夫でしょうか。X のイベントさ、そろそろやりましょうか。あの人まだだな。マイクがちょっと小さい。マイクが小さい。あらま。マイクは小さい。あ、マイクは小さかった。失礼。はい、こんなもんでどうでしょうか。
これでいつも通りかな。マイクの音量を若干上げました。はい、イベントやるでよ。のじあい好きなのは大変結構ですが、キャラクターどうしようかしらね。今日は東西戦形式です。東西戦なんですが、多分ここにいる人で機械さん以外はハナシーさんもダメかな。あの X 10月の大会出られる、出る権利が機械さんないんですよね、残念ながら。残念ながらハナシーさんって海外の X 大会優勝してますよね。してないっけ。全勝か。 X マニア系とかも優勝してないですか。3位まで。マジか。ありがとうございます。じゃあこれでいきますね。そうか、じゃあ機械さんだけ別格ということで X マニア覇者という肩書きがあるのはあの隙がいるより上という。じゃあそろそろやりましょうか。皆さんお集まりください。よろしくお願いします。どんなルールがいいでしょう。普通にやる。うまいんだけど、うまいんだけど、伝説のスキガイルですからね。倉橋が好きに行ってボコられ、梅原が好きに行ってボコられ、玉島が好きに行って弟子入りして帰ってきたというはい、もうその辺の都市伝説は僕全部知ってますんだよね。まだスキキングから全く出てこなかったスキガイルですの時代のお話ですね。はい、やるよー。集まってください。キャラどうしよう。1キャラでいいですか。あとはね、2キャラでもいいですよ。2キャラでも構いません。さあ、しきりやり合ってきたこの2人。あ、400回ありがとうございます。楽しかったね、400回。あー、前やったやつだ。楽しいルール何回かここの日よりやってるんですよ。いいですか。いや、希望があったら聞きましょうっていう感じなんですよね。
はい、の試合勢そろそろストップしてくれないと始めらんないですよ。あー、おー、グッチワールド、グッチ95ですから今。今日何やりましょう、そっからです。はい、ノジストップ、普通に東西戦でもいいですし、2キャラとかにやってもいいし、あ、2キャラ持ちの東西戦で、あの 2on2 ルールします。いや、そう、それだと、まあ、1人2キャラ使って、1キャラ A、 キャラ A が負けて B で2立てしたら A 復活。いや、自分1人で2キャラでやる、長いか。じゃあやめましょう。少なかったらやってもいいですけどね、そんな多くはないですけど、あの、いろんなキャラ使う人がいるかどうかですね。あとは、はい、対戦これでストップでお願いします。対戦ストップしてください。あそこの帽子の方が名前書いてくれたら完成なんですけども、ストップストップ、ご協力お願いします。よしさんが入ったら一番いいんだけどな。やるぜ。キャラどうしましょう。1キャラでやりますか。1キャラでやりましょう。皆さんキャラクター書いてください。グッチリュウ、1キャラです。バイパーさん、オッケー。バイパーカワシム。今日1キャラです。キャラは？ケン、はーい。シャルくん、シャルくん、キャラは？ザンギエフで、わかりました。 DJ、 機械さん、ガイル、はい、僕アゼガイル、バルログ、今日、今日ついに開眼して猪俣ハメできるようになったんで、やりましょうか。そんな甘いもんじゃなかった。猪俣ハメ以外の部分はできるんで、そもそもシャル君、バイソン、あ、そこの帽子の方、帽子の方、名前とキャラ書いてください。はい、どうぞ。名前とキャラ、はい、お
ワンピーとツーピーを勝手に振り分けるはい、ありがとうございます。はい、富士さんね、オッケー。はい、じゃあ いいですか。グッチ流、話、うん、焼き鳥 DJ、まあ、完全にランダムになっちゃいましたこれは。焼き鳥 DJ、 鈴木ザンギエフ、鈴木ザンギエフ、機械がいる。お兄さん、カエさん、人とキャラで10段階ぐらい絵章つけて自動で動作戦できるようにすればいいんじゃないですか。まだいるよ、トネピーキャミン、アゼがいる。もしかしたら少し、まあ、宇宙さん気が付いてるとは思いますよ。何が、そのさっきの話、本人も、アゼがいる、青葉バルログ、破天荒流。破天荒流ですね。シャルバイソン、シキガイルバイソン、シキガイル、ホロウェイ、ホロウェイ兼ホロウェイさん兼兼手形サガット、バイパーホーク、カワシムダルシム、ダルシム、フジサガット、富士山一番下、もう一人いねえかな。まあいっか、それで16ぴったりですね。じゃあこれで、はい、さあここでじゃあ、え、そうか、はい、いきますよ。はい、ご会長、これ順番は入れ替えですよね。順番は入れ替えでいいんですよね。この順番でやります、この順番でやりますか。やってみようか、思い切ってやってみましょうか。それではワンピー側いきます。ででん、こっちスタート、カワシム、グッチ、鈴木、シャル、青葉、四季、話、機械、対するはアゼトネピー、手形破天荒、富士、焼き鳥 DJ、バイパーホロウェイ。これ2位は、これはないわ。これどうするんですか。こんなん許されないでしょ。ザンギいるし、サガット2人いるからこれはなしです。はい、お、ホロウェイ、鈴木、バイパー、トネピー、破天荒、式、機械、オーバー、おー、アゼ、カワシム、シャル、焼き鳥、手形、グッチ、富士、話、いいね、行こうか。ではいいんすかこれでカワシム2番手ですけど、じゃあこんな感じで行っちゃっていいんであれば行きましょうか。はい、それでは 1P 側ホロウェイ、 2P 側アゼ、あ、トネピー、クレジット頼む、1000円。さあこれはですね、これカメラで映せんのかな、画面を映すと多分チカチカになっちゃうんですよね。ベベーン、ダメね、あ、そっか、範囲で、あー、また切れちゃったよ。どこにあったっけ。さすが配信マスターや、できる、
これをじゃあマックスにして、出てないな、どっかで取り込むんかな。追加できんか。こっちにしてこっちから持ってた方がいいかも。私らこういうちょっとねハイテクなのはちょっと消せない。ないなあ。何がいかんだか分かんないな。いや、はい、これをこれって今もう保存とかされてるんですか。されてなし。この画面しか見れない。なるほど。じゃあこの画面をアドレスここに貼ったら見えない。はい、わかりました。じゃあこっちでなんとかしやしょう。トネピーが頑張ってるけど、あったよ。はい、オルトプリントスクリーンで分かんねえ。さあ、まあこちらこっちだな。あー、両方入ってんだ、すごいね。おい、さあ今トネピーが頑張ってますんで少々お待ちください。あ、デスクトップ、いいんだよそれで。なるほどね、できるね。これさ、別の画面にしといてさ、なるほど、ね、うん、これ持ってきた方がいいべ。スクリーンキャプター使ってる、カメラとか書いてないやつ、うん、いいね。あ、じゃあこれ配信されてるかどうかちょっと向こうの画面で。来たよ、イエーイ、トネピーお手柄です。これジュースゲットですね。はい、という感じになりました。じゃあ 1P2P 分かれちゃいましょうか。 1P 側がホロウェイ、鈴木、バイパー、トネピー、破天荒式、キカヤオバ、残り 2P です。あぜかわしむ、シャル焼き鳥、手形グッチ、富士話、1P2P ちょっと移動しますんで、ここをね開けた方がいい。あ、座ってるのもいい。あぜかわしむ、シャル焼き鳥、手形グッチ、富士話、こっち側です。こっち側来てください。いいね、いいよ。じゃあ先方ホロウェイ対あぜ、ホロウェイさんどこの方？千葉勢。今千葉でやっている。たまに。おお、千葉どこですか？市川勢。なるほど。ありがとうございます。じゃあやろっか。はい。
先方ホロウェイ剣 VS2P はアゼガイル。始めていきましょう。配信再開です。さあ鈴木がこうアゼアゼとカワシムとシャルバイソンをぬっ殺して、ごめんね復活したよ途中からだけど許して、ごめんごめん。さあそして相手は焼き鳥 DJ。 さあめくりが入る、うららあー、おー、そこひよるか、そこひよるか、タコ様だったら殺してたよ今。ダイヤシー、さあ下がりダブラリは読み合い、ダブラリー完璧、超強い、めくりはないですね、表から行くべきですね。はい、ジャックナイフの今日の場合見てから頭突きに変えらんないかな、無理かな、持ってかれるか。さあダブラリヒット詐欺飛びがうまいですね。そして端っこスクリューダウン、もう一丁ダブラリ仕込んである、スクリュー続き止まらず、すげえ。まあね、準優勝だからね。あ、でもね、準優勝止まりなんで。次が手形サガット、手形サガット頑張るんだ今ですね。今、2番手の鈴木さんが、アゼカワシムシャル焼き鳥を倒して、はい、手形さんまで行ってるという感じですね。えらいことですね、はい。さあ噂の出た出よ下大パンね、あれね、あのちゃんとミドルを潰せるんですよ ね、 ね狙って使ってますから、ね、カプエス勢だからデイを使ってるわけじゃないですか。いやなんかそう、僕もあのミドルどうにかなんないかなと思って、下中パンとか振っても全然ダメだから。あ、そうですか。そう、下大パンやったら、ね、差し返しだったら立ちの方がいいですよ、長いから。あ、そう、確かにむずいな。でもむずいですね。お、これはさあ手形がリーチかけた、うー、でも大丈夫出すよね。でもあそこ読み合いなんですよね、まだね。あそこからでも殺すの難しいですからね。殺すの難しい、確かに。おっとおー、打っていく、手形下がっと、まだ2ヶ月とちょっと。マジ尋常じゃないですよ、この強さは。さあ、いった、アジッコー到達が、かっこいいことしようとしたな。あー、なるほどね、ミドルが手堅いですね、これ ね、 そうですね。届かせれば返せないんじゃないか、アパカだけか。さあ、あとは、さあ、あのジャンプ強パン一発あっての非常に重要。ローキックも強いですよね。ロー強いんですけど、この組み合わせロー強いんですけどね。あ、タイガーのフライ判定が長すぎる。長すぎる、このキャラとっとも弱いところが出ますね。あ、間に合うの、あれうまいな、あの飛び間に合っちゃったよ。鈴木が5盾、5盾ですね。グッチリーグッチさーん、富士さん、富士さん、その次なんで用意しといてください。次ね、うん、今グッチさん、今ね鈴木さんだからいっぱい勝たないと。すえーの、なんのやばいっすね。バイソン、バイソンでもいいですよ。ホンダ、あ、ホンダね、その次結構いける感じはあるね。おっあーあー、終わってきた、パンパン。さあ鈴木ザンギが、おうまい、おうまいですね。これで一気に画面端ダブラリー、おい、なんで下段で暴れんの、すごいな、うまい、待っていく。さあ今竜巻に、うわえ、そんな吸える、あんな吸える、結構いったね。 こっち来たからちょうどだったね。
吸われに行ってしまった。鈴木ザンギの吸い方がやばいやばいやばい。上げ縫いして、あー今も吸いに行った押していく。グッチ龍が押し返す。龍はね、あれ大ボスのせいで一気に押し返せるのがいいですね。そうですね、他にはないですよ、持ってるのはフェイロンぐらいか。さあファイヤー、あー死んだー、うわ読まれてあファイナルがミスった感じ。ファイナルか、うん、多分鈴木さん。さあと、でも守りの鈴木ファイナルいらんかったやろと見損なった、見損なっちゃやばいな。ミドル鈴木強いな。はい、藤下がった副賞です。鈴木ザンギこれ強いですね。なんですかね、アゼリアさん、アゼリアさんが悲劇の始まりだったんですか。これはこれ前立てありえますよ。今この辺があれですよ ねそもそもの間違いですよ なかったね。ザンギ前立てはまずい。最強伝説さあ2位で壊していく。藤下がった、おーっと大エスに2位が配置。いいですね、2位のね、出がかりの膝。うん、あそこ意外と、うん、意外と下に広いですよね、うん、あれ ね届かない。いろんなキャラの足バレと相打ちになりますから、ね、そうそう、うまいな。うまい、テンポがいいですね。藤井サガット頑張ってもらいたいが、これね結構キャラ差あると思うんですよ。えザンギが有利、ザンギ有利でしょ。えその説、ザンギ有利でしょ。ザンギ有利説、ザンギ有利でしょ。いやこれザンギサガット結構今いまだにこう決まってないですからね、みんなの間で決まってないですね。サガット有利っていう人もいるし、4-4っていう人もいるし、4-4、うん、おうまい。半分ぐらいリードしないとサガット有利にならないですからね。あー壊された、ダブラリが壊された。さあ藤下がったが止められるか。 前飛び強くないですか。前飛びはね放置、そう放置、放置だけどこう画面めっちゃ押されちゃうじゃないですか。の2回目は許さないちゃんと空対空すると、空対空もあるし、もうめっちゃ踏み込んでダブラリで高めで食らってみたいなさあいいぞ、カウンターで決めて悪くない。この悪くないですね、藤下がったいい立ち回りですよこれ。さあ飛びが落としづらい。あ、うまい、うまいですね。打っていく。タイガーショット諦めてますよこれ。それ正解かもしれない。逆に打たないもあり。打たないありです、ね。ありですね。あのとにかく通常技の相性がいいんで。うまい。そこで待つ。それが鈴木。ああ、なんかバードしてる。うわあ、やったよ。やったよ。さあバイパーホークですね。やりましたね。いやでもね鈴木さん頑張りましたから。やったやった。あ、ピンク、ピンクのボタンですね。はい。バイパーホーク対副将の藤、はい、今鈴木さんがね、鈴木さんがやっと死んだ、やっと負けて今藤さんの副将と。何立て？一二三四五六立てしたのか。いや八人しかいないの、6立てしたらまずいですね。ね最強じゃない。あちゃんと知ってるぞ。さあ上だ。今のは2位がスカル距離。2位がスカル距離。はい。上しか入んないですよね。あこれはきっと、おしっかりしておる、飛んでいくぞ。さあバイパーはゲージもためられず、あほうでもいった、わあ。さあここは相打ち全然 OK です。坂戸川もしかしてあの近距離中キックの後ってアッパーが当たんないんですかね。当たると思う、当たる当たると思うあー出た、おーおー2位を潰した、おーおーそして外足暴れた。さあこれはもうスパコン待ちですね、スパコン待ち。藤下がットがタイガー、おお、なんかあるか、あーなかった、危ない危ない危ない。今あり立て、ありかけましたね。あーっと、さあ藤下がットが埋めてく、埋めてく、そういうのはバイパーさんダメですよ、ダメですよあーっと潰されて、最初は通るからいいんだよ1回はあり、うん、2回目怒っちゃうからダメです。ダパーか、あと取って、おっとコンドル高め、アッパーか、でもこれ反撃ないんですよね。そうですね、うん、難しい局面。コンドルダイブヒットだがまだ遠い、あっとこれこの周りで当たっちゃう。さあ第一
に安定じゃないんですよ。なんかあのしゃがんで食らっちゃう、しゃがんでガードしちゃうとなんか跳ねて遠くに行っちゃう、ね、高め、超高めの時、ねね、超高めの時入んないですね。なんかめり込んじゃうと遠く行きますよね。めり込んじゃうかな、遅らせ高ければ遠く行っちゃう、遠くに落ちるってだけ。そうか、そう、しゃがみ引きつけでなんか遠く行っちゃうよね。2で OK。 さあ行けるか、あ、割れない。結構ね、ホンダの頭突きとかも隠んない時あるから。おお、ニーアパカから富士サガットが削っていく。じゃあトネピー、キャミン、さあ富士サガットが解消中ですね。その次が破天荒四季機械、四季バイソンっていうのがいるんですけど、ここまでにどんだけ減らせられるかですね。さあジャンプ強キック、もう一丁届かないというか間に合っていない。さあこの水ジャンうまく使っていく、これは知らんだろうと。さあお互い投げ回りが非常に狭い2キャラなので、ここでスパッコンで削っていく。目の前落ちの2あたりがちょっと匂う感じですね。基本的にはキャミーのしゃがみ中、おうまいですね、しゃがみ中キック先端はあんまやることがありません。そっから一歩でも離れると今度下がったペース、うまい。ピオラスでタッチ、今日お前さあ藤下がった解消中ですね。これは復勝の実力ありと。さあ新ハパカ手作りジェノサイド、そしてキャミーはタイガーショットを潰す手が結構いっぱいあるんですよね。さあお高いんだか安いんだか、安いな。おっとキャノン食らっちゃった、投げる密着のおすすめは投げられる、うまいですね。破天荒流いや中足中足大スパイラルって入んないの、あれ入んなかったですね。ちょっと熱くなっちゃいました、熱くなっちゃった。中パン強パンが入るから、うーん、入ん、なんかサガットに埋めたことを今初めてなんでやってみようと、うん、さあ破天荒流です。フルサガットいいです ね、非常にいい動き、まあ、弱キャラならではのこうやんなきゃいけないところ、こういうのがやりますね、すごくいい。さあゲージがあればね、でも終わりですから。ここまあ下タイガーに、そうっすね、真空波動を、あー一発食らうやつ、あれをやっ、おっと届かせていく、うまいですね、届きますね今のはね。タイガーショット、下タイガーショット打ちまくって真空を吐かせるという、そうですね。さあ2に反応が間に合ってない、あと中足中足中、まあ中中でもいいんですけど、はい、あの距離で埋めたら中大上タイガーの方が多分いいですね。そうですね、あでもしゃがみぐらいもあるからね。まあね、したらタイガーに入んなくない、入んない入るかな、入る入るね。あー大足、おー、まいまいまい、おー閉じ込めてる、きついですね。ゲージが欲しいですよとりあえず。さあこれは帝王ですわ。さあ、なんでしょう、四季さん、4連勝、四季さんはいるの、四季バイソンいるの、四季さん、四季バイソン試合です。あっちの方にいるのかな、あっちの方にいそう。四季バイソン試合です、呼んでください。いたいたいた、四季バイソン試合です。これですね、相手は副将の藤サガット、これで四季さんですね、今4連勝中なんで、まあこれは、サガットフェイロンでバイソン、ガエル、バルログあるよ、まあいけそうですね、 2P あるよこれ、はい、あー怪しい、おっと、そう、あっとあっといや、四季さん今日1回もバイソン使ってないでしょ。あーそういうやつですか、おこの人もやってないもん、本気でやってないですから ねうおー噛み合ってる噛み合ってる、かっこいい、四季四季何も何もできねえと言ってる。さあ取っ
ったの和風人サガット。シキさんが苦笑してますね。僕らがこんだけ驚くには理由がありますからね。おっと、さあ誰もが認める最強スキバイソンがスキバイソンが噛み合っちゃいますね。噛み合ってるし富士山もうまいですね。あっと、しっかりここは見ている、しっかりやっぱスキアッパ、スキアッパやはりスキアッパあーっとあれが出ない、スパゴンが出ないって言ってますね。スパゴン危ないぞ今。おっとさすがのスキアッパ、さすがに見てる、さすがにスキアッパ。富士イコールやや 2.0 って書いてある。怖いですね。2代目か。おっといいですね。しかしスキアッパー無情のスキアッパー、お見てから出していった、ほらあぶねー、なんか台形出してましたよ。最大がいけたと思うが、がおあるある、あーシキさんが飛んだ、あったこれはエクサ出られますわ。いやさあ機械ガイル頑張って、まさかの富士山最強、すごいですね、最強。なんか動いたところに全部ペチペチ当たっちゃいましたね。そうですね。さあパカ、さあ副賞同士になっちゃいました。機械ガイル、鈴木さんあんな頑張ったのにごめんねさあ機械ガイルは投げ返す、投げは通らないぞ。下がったにはもう安心して投げ返せますから ねガイル、ガイルにはなんか対外にあんまり効かないイメージが効かないですね。あのなんか初段が当たって2段目が当たらないというのがよくあるんですよね。あーっとこれはきついですね。これは控えめに行ってきついしかも前に出ようと全くしてないですからね。いいですね、これもうタイガー全部ガードでいいぐらいですからね。あとも、もう時間がない、削りきれないですよこれ。ああ散らしていく、はい、さあこれは取り返せるか、取り返せる。でも 2P に投げちゃダメ、 2P、 あそうか、多分ガイルでもタメも飛んでくんかい、多分タメも得意じゃないですかこっちの方が、うん、そうかも。さあソニック、ソニック端っこ詰めた、飛んだ、飛び、いい飛びですね今。そうですね、とりあえず一発は当たる。あーきついきつい、厳しい、これはきついですね。もうやってくれんのか、あーっと、あーまだまだまだ、ダブル様、しかし大健闘、頑張りましたね、すごい。さあ大将話期待がかかる。話さんはやってたんですか。やってないそうですね、子育て勢ですから。あまあね、大将青葉こっち来といて、青葉さん逆逆、こっちこっち、子育てで、あーごめんそっちだそっちだ、子育てでねできないっていうのは真っ当なことですからね。さあ、あーなに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 、なんだなんだ。でも今日グッチさんともう何時間もガチってたんで、じゃあもう大丈夫かな、大丈夫じゃないですか。あーっとあちょっぴり安くて優しくなってますね、これ。あ、ひょっとして空中なだけで画面端持ってことさ、そんなことある、めくりが当たらない、そして遠い、うわーなんかなんだ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 、機械さん、機械さん今と明らかに遠かったでしょ今。うん、明らかに遠いけど関係ないですからね。さあでもうまいですね。さあ話しフェイロンがうまい、おっといい追い詰め方をしている、ポチポチ詰められて、こっからレックソ、レックソ久しぶりに見たな、おすごいぞ、投げる、話しほいほい投げまくる、支援ガード、あーでもうわー全ぐらいした、アッパー、あごめんね、下アッパーって、あの支援よくガードさ、いやジャンプ大パンじゃなくてジャンプ中キックでも潰せるんですね、アッパータイミング悪かったんじゃないか機械さんが悪かった説、うん、さあなんだかんだで大将戦にもつれ込んだ、何したね、大将は青葉バルログ、まあ、特に大将だとか思わないでやってほしいですね。そうですね、いつも通り
まあ、花椎さんのネタが炸裂したら速攻で終わりますんで。さあ見えねえやつ、おっと、ラッキーラッキー、エラーが漏れちゃう。劣化に強め、確定する、確定ですね。あとさあ青葉チュー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 、スライディング。まあ1回ぐらいね、支援食らってもね。そうかな。やばいやばい。テラーだとね、1回しか削れないからなかなか詐欺止めに対してめんどくさいもの。あるおっと始まんのか。うわー、すげー、このキャラショーキックで暴れてましたね。なんか結構手前の方に自分の方に引っ込む票ってどうすればいいんですかね、ファイロン。あ、なんもないんじゃないですか。あんまなさそうですよね、ほっとくしかなさそう。さあ話し苦しそう、ね、引っ込む票は難しそうだな、うん、あーっと CA が潰れた、やりよったー、締めたのは青葉ということで、やっぱりバルログが最強。あ、でもよかったかな、面白かった。で勝ったのワンピー側で、ワンピーの勝ちでございますね。したらやったぜ、これね、2音の大会やりません？2音の大会、横で組む、横で組むの？これ強すぎか。いいでしょう、いいか、いいよ、負けるかもしんないし。じゃあ、ちょっと長めのエキシビションですけど、2オン2の大会やりましょうよ。これ横で組みましょう。今いいよ、出てるの 1P と 2P で、これ同じ列にいる人でチームにすると 8チームになるんですね。上と下で分ける、組み合わせはこれで確定、どこに入るかはカードで決めます。ちょっとね、前半ね、あの配信止まっちゃったしね、すいませんね、本当に。じゃあ皆さん集まってください。金子さんいますよ、金子さん、金子さんいますよ。すぐ帰っちゃうって、金子さんすぐ帰っちゃうからいいって。じゃあ、はい、はい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 、いや富士山よかった、下がっと勝てるんだって思った。じゃあノジストップね、ノジストップ、ごめんね、横で組みますので、ホロウェイアゼチーム、鈴木川島チーム、バイパーシャルチーム、トネピー焼き鳥 DJ チーム、破天荒手形チーム、四季グッチチーム、機械富士チーム、青葉話チーム。四季グッチ強いね、鈴木川チーム、バイパーシャル強いな。はい、ありがとうございます。そしたらくじ引きしますんで、代表者1名来てください。ホロウェイアゼチーム、ホロウェイアゼチーム1人くじ引いて、そのまま隠し持っといてください。鈴木カワシム、バイパーシャル、トネピー焼き鳥、破天荒手形、あ、顔わかります、何です、四季グッチ、四季グッチやってんでしょどうせ。はい、機械富士、青葉話、あ、じゃあこれで、じゃあ、いやいや
はい、これ一発トーナメントです。まずこれは花瀬さん、はい、花瀬青葉、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、次3番に行きましょうか。3番、はい、機械、富士、5番、川島、鈴木、はい、7番、トネピー、トネピーと焼き鳥、はい、では2番いきましょう。2番はホロウェイ阿部チーム、じゃあカード、申告し終わった人は戻しちゃってください。おお、なんだなんだ、いろいろやってみた。4番、破天荒、破天荒、手形ですね。6番、あ、グッチさん、じゃ最後8番ね。右ブロックがデスです。デスブロック完成しました。それではカード返却。はーい、じゃあ2オン2大会やっちまうぞ。一発トーナメントです。はい、まずは花氏青葉 VS ホロウェイアゼ、じゃんけんで 1P2P 取り合ってください。アゼどこや、アゼくんです。そうだったんだ。トーナメントです。はい、一発トーナメント、花氏青葉対ホロウェイアゼ、花氏青葉が 1P 側、向こう側です。次の試合、機械富士対破天荒手形、じゃんけんだけ済ませてください。先方は申告です。オーケー、やるでー。先方申告、座ってる。始まってるよ、もう全然話を聞かないで有名な話さんですね。先方は話 VS アゼ、じゃんけんで決まったらしいんですけども、これ因縁の対決ですね。あ、そうなんですか、因縁があるんですか。因縁ですね。知らなかった。まあ、昔からよくやり合っている仲と。確かに、あ、何それ。さあ、話いたやぜ。さっきはね、機械さんがはいやられましたが、はい、うまいぞ。うまいうまいっすね。さあ、見苦しい。こんな見苦しいガイル初めて見た。竜だったら勝てるのに。そうだね、今のバイソンもいける。おさあ、やばいですね。技の振り方がうまいですね。もう、なんて言うんでしょう、戻ってきてる感が。あー、打ったー、やる、おい、やる、
あぜくんのいいとこちょっと 見合わせたのこれで頑張って。さあ、終わったー。リフト潰されてまたアッパー。あ、今度はしゃがみアッパーに変えた。学習する男、5回目にして。さあ、しかし、おー、うまいぞ。いいですね。さあ、話のプレッシャー半端ない。この距離、うわー、あぜ中を刈られる。アッパー3回さあ、アッパーいいよ。これはホロウェイさんの剣が来ますが、さあホロウェイ剣死亡勢だ。うわー、おっ、市川はね、はい、ずいぶん前は元八幡にゲーム不備があったんですけど、今ないらしいですからね。はー、うん、元八幡って市川なの？いや、近いんですよ。近いんだ。隣かな。はぁ、市川にゲーセン一応あるんですけど、ずっと前行った時なんかハイパー置いてあったような気がするな。へぇ、うまいな。さあ、厳しいな。あー、レックソめくりが当たらない。あー、あー、相模教パンで話し処理。市川はね、サイゼリアの1号店があるんですけど。そうなの。はい、はい、機械富士対破天荒手形です。あ、緑ですね。はい、ありがとうございます。富士さん、富士さん、富士さん、試合だよ。ごめんなさい。次、川島鈴木対グッチ式です。強いですね。ですですね。これは先方は深刻で、機械さんとチーム、あ、なんかね、ちょっと お遊びで今2on 2をやってるんですよ。はい、はい、わ、先方深刻です。ですね、はい、これはですね、はい、 OK、 じゃあ両者決定ということで座ってください。はい、先方はサガットのキャラ、世にも珍しい。これはおっと、ダッシュカラーが、手形さんですね。はい、ターボカラーが富士さん。これはどうやったらいいんですか。これはですね、タイガーショットがジャンプ強キックに蹴られまくるので、そうですね、飛んでた方がいいですね。垂直ジャンプおすすめです。垂直ジャンプいいですね。はい、あれ落とせないですね。埋めたー。これ、これよ。これよね。これやで。でも2で避けるとか、そういうのも使っていくとありなんですね。速攻で近くに行くんで。さあ、手形困った。あー、もう今、きつい。おー、知ってる知ってる。これはきついぞ。相模中盤を連打してましたけど、あれはタイガーショットを打とうとすると潰れちゃうやつですね。そうですね。お、いい渋い連携。下、下、ローキック下、そしてアッパーが出る。アッパーが出るんですよね、なんかね。うわぁ、ダメ。飛んで超うまいんじゃないの。梅、さあ、手形は2ピンに行けない。飛んで当たってしまう。あー、踏まされた。うわ、キック、足も悪い、つからない。でも偉いな、まだわかんないぞ。あー、踏んだ踏んだ踏んだ、当たってしまう。これは、あー、なんだこのキャラ。あれはどういうことですかね。ステルスっていう、はい、ステルスですっけ。あれステルスですね。インターセプト波動みたいな感じの。インターセプト波動っていうのはぶっぱファイヤーなんですけど足まで疲れるやつ。なるほどなるほど、うん、さあ、先ほどは負けてしまった破天荒さんですが、あ、そうですね、これはリベンジマッチ。なんか今のなんかちょっとどうしようって感じの距離、これ竜巻で落とすのもありらしいですね。あ、竜巻するとなんか横っぺらに当たって落ちるみたいですね。あ、そうなの。そう、小竜巻かなんかすると、へ、足が強くて対空になるっていうのを見たことありますね。足払いと勝利届かない距離で飛んできて、はいはいはい、岡本目に強いと。そう、横から蹴れる。そうで、大キック出しちゃったら当たるみたいな。へえ、そうなんだ、うん、あるみたいですね、ああいうところとかは。足払い対空に微妙に届かないこと多いですからね。そうそうそう、これ。あ、でもこれはちょっと厳しそうですね。サガットの逆転力のなさが確かに出てる。
本気でないですからね。全キャラ中一番ないですからね。ないですね。さあいけるか、ガード。さあ破天荒が、まあ、リュウサガットは固めあり。固めあり、固めありですね。ありです。結局やることないですからねサガットが。でも龍の暴れ昇竜かなりケアしないと。そうなんですよね。危ないですね。さあなんか頑張ってるけど体力はイーブンだと。しかしゲージ状況は、おっと今の飛びは非常にうまい。うまいですね。端っこに行って大足。あー昇竜これよ。高かった、結構減った。いいですね、いいですね。これはさあこれよ、昇竜やり返して、破天荒が中骨真空抜けられない、リベンジ達成。中骨あれね、大足届くと思わなかったけど届きましたね。そうですね、結構遠かったけど、もうギリションっぽいです ね今のは。下がっと、しゃがんでるとやっぱ結構足払いたるんですよ ね立つとめちゃめちゃ疲れますけどね。そうですね。さあ機械に、さあ対象戦、うまい。裏剣を食らった後の攻防って結局正解わかんないんですけどどうしたらいいんですかねあれね。あのバックそばとバックジャンプでいろんな対応できるじゃないですか。あーっとこれは投げ返して、さあ機械が飛んじゃって、表いいぞ。さあやられそう、あるよ。竜巻にはしっかりアッパー、アッパー一方勝ち、下がっていくアッパー3回目、アッパーそのアッパーは違そうだが味を占めている。さあ波動拳追い込まれてはいるが、さばききって、いる、危ねえ。さあ真空溜まったので分からん、飛んで引っかかるが安く済んだ。届かない、ダブル様、偉い、ダブル様、あれじゃないと死なない体力でしたね。さあ開幕は、さあ何もしない、飛んでいく。今の間合い連キャンジャンプだったら届きそうですね。マジ、いやガイル戦闘絶対使えると思うんだよなさあ一旦下がる、一旦下がって、一旦下がるが、これは機械ガイルの機械ペース前になっちゃってる。おっ、アッパー、あーっ、たった、たった、やったやっちゃった、破天荒手形勝利。結構勝ってたのにソニックラビにしてしまった。完全に逆転負けの、ついついソニックラビにしてしまった川島鈴木対グッチ式、あ、グッチさんボタン分かりません。川島鈴木グッチ式試合です。なんだよあれって自分で言ってますよ機械さん面白えな。さあ対戦相手が来ない、来た、来た、試合ですよ。川島式グッチ、え、川島鈴木グッチ式、グッチ式ですね。しきさんまだちょっと消化不良だと思って、あのね、あの2 on 2も用意してるんですよ。はい、川島鈴木OK 先方はさあ苦手なんですか、苦手なんです、あ、そういうこと、そういうこと。さあグッチさんが座ってますね、座ってるさあグッチ先方対するは、キャラは何でもよくないですね。そのキャラは禁止キャラです。さっき使ったキャラにしてくださいね。ホンダだっけ？次もじゃんけん済ませといてください。よいしょ、グーじゃんけんぽい。はい、さあ先方は、どっちがいいんだろう。さっき勝ったのはこれは鈴木ザンギですが。あーっとなんて。手堅いし、うまいな。うまいな。
あそこは逃してくんないところですね。さあグー立つ、そういう、おっと台足が入らない、うわ的確。これどうすんすかね、これは。いやマジで分かんないですよ、これは。この極まった龍山儀は何もやることがなくなる説、うーん、に基づいた今、鈴木さんが攻略を進めてますから。うまいな今のダムラリ、うわー仕込んでんの、うっそ、スクリュー入って、うっそでしょ、竜巻バレですね、スクリュー確定して、うめえな、行かない、いやまあ行かなくていい、鈴木理論はここで行く必要はない。なるほど、もう自分の理論は大丈夫です。あー無理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 、あなっちゃうもんね、なっちゃうね、うん、これはシキバイソンが得意の残儀戦、得意なんですか、得意の残儀ですね、知らなかった。さあ絶対に消化不良であろうシキバイソン、うまい、うまいぞ今の。おお、逃してくれないですね、予測なんですね、うまいですね、コパンで潰れないようにな距離で、そうですね、はい、まあ、最悪相打ちになるみたいな、あそこは大丈夫なところで、で、あの使った場合しゃがみ強パンが仕込みで多分出てきます、ね、飛ばれてたらってことですね、そうですね、開幕ちょい下がりぐらいだとなんかコパンで潰れないですよね、もうちょっと下がらないとダメです、これぐらい、あーうまい、うまいな、足見てる、すえそう、コパンコパン連打で潰れるんじゃんって言ってる人はこれを見てほしいですね、コパン連打は下がれつらいのが重要だ、うまっ今うまっ歩きに反応してるが入る、でも離れるんですよね、うわ歩いてんなこいつ、歩いたぞ、確認完璧、結構歩いた、もう立ち上キックからちょっと歩きましたね、歩かないと入んないですからね、あれ、あっと内回避高かった、つなぐ技難しいです、あそこは相打ちになる、あーっと内回避、2回目の投げ返し、ビタで内回避せんのがすごいな、うまいな、アッパーだった、そしてできる、った出た出た出た、グランドクレイジー出た、伝説のグランドクレイジーです、グランドクレイジー平気でやりますね、あれレンガじゃないから、レンガじゃないのあれ、プラス10、あ、プラス9の9だから、密着だったらレンガになる、へえ。さあバイスダルシム戦もうまいですよね、うまダルシム戦はもうほんとほんとうまいですよね、ほんとうまいですよ、なんか安定して負けちゃうんですよね、安定しさんには、そうですね、なんかぶち込まれてやられたとかじゃなくてなんかこんな感じでしっかり一つ一つ積み重ねられて負けるみたいな、ほんとそう、なんかねやられるんですよね、スキマイソンはですね、うば一人だけ攻略のベクトルが違うんで、うえぇ、助けてくれー、ファイブ潰したのはでかい、ドリルはやめてよけやあーうまい、あーうわ、あそこは出ないとこ、これ割り込めなかったか、何それかっこいい声やったけど、中盤インフェルノとかいう謎、うぅなんで出ちゃったのかやったのかがわからない、やった、お互いすごいな、さあいった、開幕はじゃんけんだから、おーさあドリっていく、うわあ今潰れんの、スラッシュ対空できないのか、あれ、あちょっと近かったかな今のは、下がってうまい、前にいて投げられる、さあ川島からファイブ、やぶわ対応してる、テレポに対応してる、クレイジーじゃなかったさあグッチ式が辛くも勝利ですね、トネピー焼き鳥対シャルバイパー、はい、勝ったチームは結構早めに出番が来ますので準備をお願いします、花市青葉対破天荒手形、次の試合です、
さあシャルバイソンと焼き鳥 DJ。 さあトネピー、仕事の場は俺は後ろだと。さあシャルバイソンが焼き鳥 DJ との対戦。この組み合わせは DJ が相当やり込まないときついですね。さあしゃがみアッパー投げるジャンプキョキック、あれ埋まるんですよね。おっと、おー、いい1連シャルがカラクももぎ取った。このキャラ減るからいいな、やっぱり。さあ下がってグランドにはあまり手がないんですが、最速のエラスだと、おー、うめえ、あぶねえ、それやってる、そうだね。あーっとスライディングを投げられちゃってクレイジータイム、タスクオーバー。ザンギリやりたかった。さあ大将トネピーガミ、いやー四季さんが出るとコメントがパパッと増えますね。嬉しいな。シャルバイソンとトネピーキャミー転ばせる技が難しい。クレイジー、まずは安定。キャミーはあのクレイジー返せませんね。スパコンがあったら返ることがありますが、さあフーリガンに反応してグランドで抜けていく。気がつけば8割、体力差がつきすぎている。キャノン着地、キャノン、うわっと仕込みがダメだった。シャルが2立て。はい、話青葉対破天荒って方、じゃんけん進んでますか。話青葉試合です。グッチ式対シャルバイパー、じゃんけん済ませといてください。あ、キャミーファンの人が、キャミーファンの人が涙を流している。レストインピース、どんまい。先方は申告でお願いします。あ、もう座ってる、始めてるね。いや、バイソンキャミーは勝てないでしょ、普通はな、ね。僕、大会だと、はい、タケチキャミー五分ぐらいですね。本当に。めくりがマジうまいんだね。めくりがね、あれ難しいんだけど、ね、まあまずフリが当てないといけないんだけど。そうそう。さあこれは終わってる感じ。終わってないらしい、四代目曰く。あ、本当に。なんかね、結構、まあ YouTube に結構チューブの、はい、人が上げてる動画あるんですけど、みんな知らないと思うんですけど、あるんですよ。なんかすごい、ちょくちょく見てるんだけど、画面がうにょうにょするから僕やめたんだ。見るの結構ね、質の高いね動画がいつもあるんですよね。あの、内容はすごい、マオ DB かな、うん、っていう、まあ、リストであるんで、あれぜひね見ていただければ、はい、攻略の手助けになると思います。いろんな人がねやってるんで。伊藤さんのサブがやばすぎる、あれね。手堅さがと、バルログ戦はバルログね、カップスでも強いんでね、ここまでじゃないけど、うん、オリコンが強いとかそういう話なんですけど。さあ青葉が超詰めて、どうすんな俺。冷たくもないですね。いやー、行くふりして結局テラで待ってるっていうね。さあ、なんかね、これも疎通なんですよね。ね、残念ながら。この前ね、デイビッドのね、バルログとやってたからね、破天荒さんね。デイビッド、うん、カペスの
いや、じゃなくてなんかあのエクスパーがあのバルログすげえ簡単だよなって話をしてて、最近ちょっとね、そうそう、あの2回転フェイロンとやりたいって言われてやりましたわ、ね、Too easy って言ってましたからね、 Too easy イエーイ、何も考えないでできるっつって、ね、明日の献立を考えながらプレイしてても勝てるって言ってましたねエクスパーが面白いね、はい、明日の献立を考えながらしてる感じするもんね、そうね、簡単って言ってました。破天荒が、おーっと、これは行かなくていいところ、やめておけ、画面端行っちゃうとね、うぅ勝利、大丈夫、オッケー、大丈夫だったオッケー、大丈夫、さあこれは今食らいながら明日の献立を考えてましたね、最後はバックジャンプコパンが正解だったんですかね、相模があるのかな、あーなるほど、うん、あー中ボス結構当たる、立ち中キックとかやっとくと結構お得ですね、なるほど、あー立ち中キックね、上に強いっつって、上に強い、斜めから来るやつは大体落とせるんで、さあもう全部掴みに来るはず、オッケー、おー、どんどんどん、おーできる、破天荒が本立て考えてる場合じゃねえとは、やりましたね、こっちゲームのことちゃんと考えてやってんだよっつってね、なんでこっちばっかり画面見なきゃいけないんだと思いますよ、じゃあハナシーさんですが、これですわ、ハナシーさんももしかしたら本立て考えながらやってるかもしれないですねいい意味で、いい意味で、さあめくりが、あーしゃがみぐらいの時は中盤中盤ハード、中盤強ハードですね、うん、青波動、あー、いい感じ、おっと抜けられない、破天荒もすごいぞ今日、ただこういうこともある、うん、あー中盤歩いて、中盤昇竜が出てめくりが、おっとなんかいい感じ、投げかった、昇竜が出なかったがドンマイ悪くない、道剣もうすかさず下がりましたね今のは、はい、さあいい波動だ、やっとレックソ、レックソ、レックソ、あー、あそこの前飛びにみんな投げが漏れてますねレックソだなこれ、本当の、本当本当の、いや久しぶりこの感じ、微妙に遅らせるジャックレックとか、ね、あーあーこれなんか久しぶりに見た感じこの動き、本家本元のレックソですね、この感覚久しぶりだな、うーレックルっつって、ね、全部レックルなんだけど結局、はい、グッチ式対シャルバイパーです、あれ先方固定ですか、先方固定ですか、 こっちはグッチさんが座ってますけどもワンピがどうしますか、さあ確かに、はい、ではこれが準決勝第2試合、グッチがすでに始める、ワイパーさんが行きましたね、いろんな人が活躍していいですね今日は、すごいですね、さあバイパーホーク対グッチ流、これはお、うまい、当てて大キック、どうせ逃げんだろ、豊美感、波動が多いんですよねあそこ、ね、うん、さあいった、結構勝つんで、大足で暴れる、なんだなんだこれは、さあチャージ完了、っあーっと潰れて上、ダメ、サンドル、あやめておけやめておけ、うわこれは献立考えてます ね結構ダイヤシ小竜巻やっていきますね、ダイヤシ弱竜、あれホーク結構きついっすかやっぱ、うん、逃すとというか直接返すとか立ち技しかないんで、あしゃがみ中盤が届かないですね、さあガードちょっとやりすぎを反省したかグッチ流、あーどんどんとめくられる、投げる、
今の難しい。いや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 、なんで踏ませない。さあ、しかし画面端は近い。コンドルコンドル削り合いに。危ねえ、危ない。さあバイパー回せず負けるという。さあ腕から来る。さあテイク、テイク結構減るぞ。いった。さあコンドルコンドル、これでいいんですよ。フォークはコンドルコンドル、もうこれでめくりに行く。あーっと4段入っちゃってポイッと。今結構見づらいめくりでしたね。そうですね、表軸から裏にずっていった感じの。見えないですね。起き上がった時に裏に行っちゃった感じがしましたね。キックとキョーキックだけで触れそうな、ね、すごいめくり。さあサルバイソン抜ける。おっと、ファイヤーヒット。さあファイヤー投げる、投げる、オッケー。さあ、あれも取っといた方がいいですね。あいつも別に暴れる必要がないので、ほいほいほい、受け身は取ってオッケーですね。あのアントビーされた後の中ゴス、なんでみんな食らっちゃうんですかね。バイソン見えないから自分は見えると思って中ゴスと 対応してるんで。なるほど。あーっとー、いや、よく打った。ヘッドヘッドか。いや、今シンクよく打ったな、ね。さあシャルバイソンがここは取らないと大勝までいかないぞ。ファイヤー、ファイヤー、おっと、わーっと今のやろうとした。うっ、ここでゲージチャージ完了。ライパンがしっかり入れてある。何もやることなくなった。あクレジー、いつも光れない。今の状況は何もできない。ないですね、うん、クレジーたまたま勝勝利出てるぐらいしかないですね、はい、さあ準決勝第2試合大将戦。これバイソン、バイソンはどうなるんですか。2回転さんが挑んだ感じだと。シキバイソンですか。はい、あー、まあ勝てないんですけどやってることはシンプルなのでいけそうな気がしますね。なるほど。向こうも同じことやってくるからずるいんですよなるほどね。やってることは一緒だけどなんかこう負けちゃう。そう、なんか負けちゃう。ハメは汚いって嫌って終わるんでその日はさあいった。立ってガードして大足、これは打っていく。ヘッドが回り込めない。コッパーしっかり仕込んでるぞ。あーっとーっと、あーっぱー、今のはちゃんとケッキアッパーにしとけば光るタイミング次第では返されちゃう。まあ初段のアッパー届けばあれは、わー今のすごいぞ。いいんですけど投げる、これか、これだ。さあアッパーガード、ナイスガード。どっち食らってもループするんだったらどっちかに絞るべきですよ、ね、下げ段、うまい。これ割り込み、あーヘッド仕込んでる完全見てから見てからやってます。恐ろしいですね。じゃあ次ね、見てからです。次あの最後なんでそのまま、はい、じゃあいていただいて 1P2P じゃんけん。話し青葉、話し青葉試合です。いやー恐ろしい。最初はグーじゃんけん、ほい、はい、1個でしょい、はい、いい子でしょい、はい、いい子でしょい。いつまで出してるパー、首さあどっちが先方で出るのか。これが最終戦、先方は青葉、そしてグッチ、両者サクッと先方決定。まあ実際ねフェイロンはちょっとバイソンに当てたい感はありますからね。そうですね、ハナシーさんのバイソン戦はお出る、うわー、グッチさんね、すんげー減ってる、すんげー減ってる。まああれぐらいは減ってほしい俺の感情としては。そうっすよね。あーやばいやつ、うわー、あ、あ、あ、おー大出してきますね強勝利おじさん。
一旦下が打ってしまった。なんか出ない、なんか出ない。さあ確かに減らなかった。でもグッチさんね倒してますから、バルログ。そうでしたっけ、大会でね。あ、そうだそうだ、この色だった。そう、当たってしまう。いい当たり方だったが、これは手前に来る。さあ、オーバーは気まぐれ、あんまり来ないですね。あ、うまいぞ、よく見てるガード。そう、しゃがんだまんま中詰めがやばい。つわれてどっち、トゥーイージ。これは献立ですね。わーっと、しかしまだまだ来るが、もうスカイハイクローがいつ来るんだ、やることが。あー、今真空出したっぽい真空出したっぽいけどコパンになってた。さあ、先ほど東西線を締めた青葉がまたしてもここで行ってしまうのか。いや、バログ戦なんか本当にやってないでしょうからね。そうでしょうね。さあ、先に大将引っ張り出したのもアンピー側。さあ、いて、つながる、終わってる。スカルもよく見ている。グランド入ったが投げ返されて、リードは青葉バルログ。あとは画面端からこっちに来るのを待つばかり。さあ、オーバーが、おー、うまい勝負のヘッド。さあ、ギトビがむずい。わーっと、今度は成功。投げる、投げる、そこは投げ。いやー、しかしいい勝負。おっと、おっと、てか短波のため、短波のため早くないうわ、あんなんで止まるからね。さあ、あっと、中中、お、仕込んでる。あれだが、だが厳しい。さあ、見てから打っているぞ、オーバー。さあ、かすっただけ。1個しか当たんねえ。これは終わったくさい。オーバーしっかりね。おわ、ピッ。さあ、見てから押せるということは、手前に引っかかる可能性あり。ジャックグランドには当たるかもしれないんですけども。さあ、しっかり裏に行って、あー、いてー。うわ、運があり。さあ、一回下がったが、チューチュー。今のうまい。さあ、オーバーバルドどこでこんなに練習してんの。あーっと、投げられる、ここから分かんない。始まる。わー、当たんねえのか、これ。当たんねえのか、あいつ。クソキャラでしょ。はい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 。あれはちょっと電話ですね。うわー、いって。さあ。暴れない、立ちガードしてるぞ。アッパー。うわー、クレイジー。詰める。最終的には持っていった。なんだかんだ言ってアントビー失敗したの最初だけでしたね。そうかね、えすぐ修正しますね。さあ、しかしフェイロン、さあ決勝戦最終試合大丈夫。あ、すげえ、結構クラスタライは投げ返すお、終始点だった。アッパーめくる、アッパー。おお、どうやってんの今。今コパコパコパ、新技術が、新技術が今。あ、こうか。あ、すごっ。こうか。いや、こうだな。すごい。結構簡単にやりましたね。ねえ。うわーっと見てから。じゃないかな。ガードしてない。コパで止めた。おお。おお。やばい。早い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 。耐え忍んでいる。うまい、これは当たらないが、うわ、ガードおっとー、話し、あと一発、おお、あっち。さあ、全バイソンの敵と言ってもいいこの話し相手に。うわ、うまい、確定してるか。ガーディー強かけて、うわ、いって、ピオル、うわー、何回食らった。アッパーで確定取って下がる、下がる、おお、あーっと食らってわからない。うわー、うまっ、うまっ、うわー、ほんとすごくない。これのために食らっていた、かもしれない。なるほど。というわけでいい試合だった。いやー、見る、
すごすごすごいやすごかった。頭おかしいだろこのバイソン。みんなそう思ってます。いやすごかったな。というわけで今日のイベントはここまでとさせていただきます。グッチ式優勝おめでとうございます。あでもあれだね、レッカーをこうパンで止めた後すぐオアーとかなんかすごかったねすごすごって感じ。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Oh!
それではそろそろ配信はストップいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。いやー、いいもんが見れましたね。また来週。